ちょっと顔貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合、正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。報告は以上です。時間の無駄でしたわね。なぜすぐに応援を要請しなかった。ノロの回収が先だと判断しました。ノロなど放置しろ。あろうことか鎮圧など。貴様まさか逃亡を幇助したのではあるまいな。いえ。まあいい、あとは我々連夫が処理する。下がっていい。失礼します。柳瀬さん。学長。あの、事の重大さは理解しています。でも、私はかなみちゃんを信じていて。二人なら大丈夫よ。は？学長？ねえねえ。あ？せっかく見つけたのに逃げられちゃったって本当？は？親衛隊の。弱すぎ。お姉さんじゃそもそもあの人たちに勝てないよ。つば九郎さん、お刀を収めなさい。はーい。Say it!